北海道帯広農耕の最速147キロ左腕、渋谷純紀投手、3年、が日本ハムから育成2位で指名された。24日、帯広市内の同校で記者会見し、ファイターズは小学生の頃から憧れていたチーム、ずっと入りたいと思っていたので本当に嬉しいと喜びを口にした。ドラフト会議が始まってから2時間が経とうとしていた午後7時45分。 中継していたネット動画で指名されたことを確認すると、隣にいた西川祐太郎監督と握手を交わし、胸をなでおろした。日本ハムの好きな選手に同じ左腕の宮西直樹投手の名前を挙げ、投手陣については、一人一人個性が強く、グラウンドに楽しそうに出てくる印象がありますと語った。新庄剛監督のイメージは、選手として面白くて、 選手の使い方がうまく、いい監督だと改めて思いますと明かした。渋谷は昨年春に左肘を手術した。公式戦初登板は今年5月の春季十勝渋予選だった。今回は十勝地,地区予選で敗退したものの、最速147キロをマークし、2試合計18回で 34K を奪った。公式戦で投げたのはわずか4試合と投手としてのキャリアは短いものの、 将来性を感じさせる実力は各球団のスカウトの目に留まった。恩師も喜びに満ちていた渋谷を入学当初から指導してきた西川監督は1年生の時に左足を怪我したりして順風満帆な高校生活ではなかったがそれでも自分でやれる範囲のことを一生懸命やってきて3年生の春になったらすごいボールを投げるようになったと振り返った。そして 渋谷はチームで一番練習するし、努力できる才能がある。スケールの大きい選手になってくれると信じていますと手放しで喜んだ。同校出身者のドラフト指名は初めて、1986年に対応に入団した山田博和はドラフト外だった。渋谷は祖母のいとこが北海道広尾町出身で日本相撲協会、八角理事長、元横綱、北東海にあたる。 可能性を秘めた大気は、自分に厳しく練習を重ねていきたい。早く150キロを出せるようになりたいと、当面は支配下登録を目指し、精進していく。渋谷純喜、渋谷、純季、2006年11月25日、帯広市生まれ。17歳、帯広豊成翔さん年次に豊重ファイターズで野球を始める。 帯広南町中では軟式野球部でプレー帯広農校では1年春からベンチ入り。好きなプロ野球選手はパドレス、松井裕樹好きな球団は日本ハムとソフトバンク。181センチ、89キロ。左投げ左打ち。家族は両親。妹と帯広農で21年夏の甲子園出場の兄、裕樹さん。